ちは。こんにちは。こんにちは。さあ今回恒例のプロ野球チェップストーン。よいしょ。よいしょ。さあみんな大好き。みんな大好き。行きましょう。本当か。行きましょう。あれいつだったらチェップだと思う。もう来ないっすよこれ。全然来ないっすね。お願いします。お願いします。さあ。はい。はい。さあ来ました。来ましたね。行きましょう。はい。お願いします。どうですか。おお。なるほどね。はいはいはい。おーおーおお。いいか。はい。このお二人でございます。いいか。いきますか。じゃあ豊さんお願いします。はい。お。来ました。はい。西武ライオンズ中村選手。お。中村健也選手。もう一人ですね。オリックスバファローズ。はい。山本由伸選手です。高卒のパリーグ率高くない？パリーグですね。本当セリこれセリーグってポテチ入ってんの？入ってる入ってる。ちゃんといますか？入ってた。入ってます入ってます。ただたまたまパリーグ多いですね。映画あるじゃないですか？パリーグ。まあでも今回はじゃあ今回はおかわり君こと中村拓也選手。はいお願いします。まあおかわり君。はい。最初に出てきたのが飯をたくさん食べるという。おかわりね、はい、必ずおかわりをするって、はい、ね、まあそういうことで出てきて、まあ最初ね、ボールが飛ばなかったらしいんだよね。今でいうものすごい飛ぶじゃない、はい、ホームラン王じゃない、はい、だから最初はもうボールを引きつけすぎて飛ばなかったらしい、ね、で三振をこうやってなんか詰まって右方向だとか、はい、そういうことまで考えてたらしい、ね、でデーブ大久保と出会っておかわりお前打つポイントって分かるかっていう話から、はい、気持ちよくバットが触れるところ、はい、一番手が伸びるところで捉えるのがポイントだよってちょっと修正していってこうなってきた。へー。だから打つポイントで全く人生が変わったという人だよね。はあ、そうなんですね、うん、でもすごいポイント前ですよね、ここからもなんかスローとかで見ると綺麗だもん、スイングも、うん、癖ないし、力感ないし、確かに軽々も軽い感じしますね。はい。で、おかわり君がお前西武打線の中で7番とか打つんだよ。いや、怖いっすね。怖いっすね。1番メキヤだよ。いかげんにせえよ。とんでもない打線っすね。下でクリーンアップできたもんね。まあ、肘を手術して、若干守備に不安ができて、早急にね。ちょっと守備についたり、つかなかったり、いろいろあるけども、まあ持ってるそのパワーというか、バッティングっていうのは、本当に魅力があるね。うまいし。でも身長はそんなに高くないんだけどね、うん、まあ体重はあるけど175センチ、102キロってことですね。じゃあここにでも走らせたら速いしね。うん、もう速いっすよね。結構話しますか？確かに。おかわり君ってね、あまり口が軽くないんだよ。どちらかというと、喋りがあまり得意なタイプではない。でも喋るよ。意外に科目までじゃないけど、まあ科目じゃないけど、そんなに今おしゃべりな感じでもない。そうだな、おしゃべりではない。でも愛嬌があるよね。確かにそうですよね、うん、好きっすもんね、みんな、うん、いやいや、好きだよ、ね、好きだっていうか、すごく愛されキャラだ、うん、だからそういう意味では今年、はい、山川との共演、はい、2人で100本ってすごいよね。いやありえますね、でも、ね、確かに可能性は秘めてる2人だから。ありますよね。そういう夢見れる2人ですからね。2人で100本って相当すごいじゃん。とんでもないっすよ。でもまあ可能性がなくはない。いやいや、ありますよ、本当にありますよ。まあおかわり君も今年ね50本目指して。いや本当そうっすね。背番号の60でもいいっすね。お60、夢あるね。大変なことなの。60いいね。60本目指してほしい。そういう夢をこうなんていうの、想像できる選手だね。そうですね。期待してます。はい、お願いします。